よいしょ。はい、マリンちゃん先生の工作タイム。はい、皆さんこんにちは。はい、今日はいい天気ですね。はい、ですね、今マリンちゃん先生はですね、左肩関節の反復脱臼の治療のための手術を終えて自宅療養に入ってから4週間経過したところです。でね、少しだけ解放されてんけど、ちょっとまだね、完全に解放されたわけではないので、ちょっとね、はい、まだちょっと左手がうまいこと動きませんが、まあ、そんな中でもですね、もうどんどんもう待ったなしで季節だけはね、進んでいってしまいますね。はい、まあ、今年は、ね、皆さん、今もう何もできへんうちに、ね、もう、一年終わってしまうわなんていう方はほとんどかなと思いますがね。でまたもうすぐもうね、楽しいクリスマスが、やっていきますけれども、今年ばかりはちょっと我慢のクリスマスという感じにねなりそうでございますので、まあそんな中でもですね、ちょっとお家の中とかを明るくしようということでですね、クリスマス工作を何回かやっておりますが、はい、で前回はですね、このトナカイさんね、はい、真っ赤なお花のトナカイさんを作りました。で、このトナカイには何が必要やか、なんかね、必要ですよね、これ。ね、こんだけやったらね、何が必要かって言ったら、そりがないとね、はい、サンタさんを乗っけて進めませんよね。ですので、今日はですね、折り紙でそりを作ってみたいと思います。はい。では、材料紹介。はい、材料は、まあ、折り紙1枚。今日はですね、私は分かりやすいように、このバカでかい、例のごとく、このバカでかい折り紙を使いますけれども、まあね、好きなサイズのもので構いません。まあ、だいたいこの、作ったトナカイさんに見合ったサイズの方がいいんじゃないと思いますけどね。はい。で、色は、別に何の色でも、構いません。好きな色で構いませんが、だいたいこのクリスマスのイラストにはなんかこういう淡い色をなんか使ってあるイメージがあるのは私だけかな。どうやろな。まあ、わからん。なのでちょっと今日はこの淡い、何の色これ？淡いなんか紫っぽい色をちょっと使ってみるかな。ほんなら。では早速、やっていきたいと思います。撮れてる？ちゃんと。OK、いけてるな。はい、じゃあまず、白い方が上になるように折り紙を置きます。なので、今から折っていくんですけれども、この表面がこの色のついた方が表になるような感じですね。で、まず、この三角に折り筋をつけていきます。よいしょ、ちょっと待ってな。で、ここでポイントですけれども、これ綺麗に角をね、きれいに合わせてください。合わせないと仕上がりがちょっとずれて汚くなってしまうので、ここはできるだけね、ちょっとずれないように気をつけながら折るということですね。はい、足が折れたら今度は内側にも同じようにね、折り筋をつけていきたいと思います。そう、こんな感じでいい？な。はい。こんな感じで、ちょっとね。よいしょ。はい。ちょっと折っていきましょう。よし。いいかな。はい。綺麗に折れましたね。そしたらこれを開いて、で、開いたら、こんな感じにね、ちょっと見づらいかな。折り筋がついてると思います。そしたらこれを今度はこの斜めになんか置くような感じで、ここの頂点とこっち側の頂点がこの真ん中のこの中心点に合わさるような感じで、折っていきます。ここでいいかな。はい、ちょっとこっちにプルリンパーして折った方が多分ね、折りやすいと思いますよ。ちょっとここやな。はい、で、こう折ったら、今度は、これをちょっとひっくり返して折った方がやりやすいので、ひっくり返します、一旦。
で、そしたらここの辺とこっちの辺がこの真ん中の折り目に合わさるように折っていきます。で、この下の三角がね、ちょっと開かんように注意しながらね、ちょっと折っていきましょう。で、下のこの三角のとこも一緒にね、折る感じで、反対側もね、同じような感じで、よいしょ、はい、いいかな。で、これで、はい、折っていきます。で、折れたらまた、向きを元に戻します。そしたらね、今こんな感じになっておると思います。そしたらここの三角ですね、ここを開きます。で、そしたらこの三角のとこ開いたら、ここの辺とこっちの辺がこの真ん中の折り目に、合わさるように折っていきます。反対側もね、同じように。はい、折っていきます。今こんな感じになっておると思います。ちょっとこれ入りきってないな、でかすぎて。したら、今度ここの三角のところをちょっと引っ張って、こんな感じでね、よいしょ、ちょっと広げます。はい、そしたらこの広げた三角のこの頂点ですね、頂点同士がここの中心点で重なるように折ります。ちょっとぐらいな、この辺でいいか。はい、折ります。はい、で、そしたらですね、今こうなってますから、今度はこっち側ですね、右側のこの角がここの真ん中にね合わさるように、のような感じでね、よし、折ります。はい、で、ここまでできたら向きを戻して、これを、はい、よいしょ、ちょっと半分に、折ります。ちょっとずれとるやんけ。はい、半分に折ります。はい、そしたらですね、今度ここの角、この三角形になってる角をですね、ちょっとこんな感じで、折り目をつけて、ここを、広げて中に折り込んでいけば、はい、こんな感じで、それで、ソリの完成です。はい、簡単でしょ、こんな感じ でトナカイさんを置いてみたいな。ちょっとこれ入りきらんかで、なんか画用紙とかにね貼って壁に飾るっていうのもねありかなと思います。はい、で、あとこれサンタさんをね作ればね完璧ですね。で、サンタさんは前にも、ずっと前、何年か前にね、折り紙サンタ配信しているので、そちらの方ちょっとね、発掘してみていただければいいかなとも思いますが、はい。まあ、こんな感じですね。まあでも、もう一回やるか。はい。まあ、もう一回撮り直してもいいかな。なんかあれずっと前やったやつやから。ということで、じゃあ、今回はね、折り紙でソリということで、作ってみました。でも皆さんもね、ちょっとね、このような感じで楽しんでみてください。はい、それでは、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。